はい、どうもポッカメと申します。いやー綺麗ですね。ここレンゲが咲いてるんですよ。春らしい風景でしょう。今回はここをね、網でガサガサしてなんか取れるのか調べてみようと思います。えい、おりゃ、さあなんかついてるかな。さあなんか取れたでしょうか。何もいないかな。ん、お、なんかいるぞ。なんだこれ、甲虫。あ、やばい、逃げる。ちょ、待って。はい、捕まえました。と言っても全然飛ばないんですけどね。さあ、この生き物なんだろう。頭を見ればなんとなく何の仲間かわかるんじゃないでしょうか。なんか長い口がついてますね。そう、これはゾウムシの仲間ですね。多分アルファルファタコゾウムシだと思います。アルファルファタコゾウムシ、ちょっと言いづらい。まあ、アルファルファってね、野菜ですよね。豆紫馬小屋ですね。は、豆科の植物ですね。レンゲも豆科です。アルファルファタコゾウムシはアルファルファ以外にもこうやってね、レンゲとか、あとヤハズエンドウ、カラスノエンドウにもつくみたいですね。豆科の植物を好んで食べているようです。体長は4から 5.5 ミリくらいで、まあゾウムシの中だと中型って感じかな。以前ゾウムシの仲間としてクヌギシギゾウムシをね、紹介したんですけど、シギゾウムシの仲間と比べるとタコゾウムシの仲間はかなり糞が太くて短い感じがしますね。タコゾウムシの仲間はシギゾウムシみたいにどんぐりの中に卵を産んだりはしないので、こうやって口が太く短く退化したんでしょうね。さあ、そしてこのアルファルファタコゾウムシなんですけど、まあ、名前からしてなんとなく予想がつくかもしれません。外来種ですね。アルファルファタコゾウムシはヨーロッパ原産の昆虫だと言われています。初めて日本で発見されたのは1982年、まあ、比較的最近のことなんですね。最初は福岡、沖縄で発見されたんですけど、現在は北海道も含めて全国に広がって定着してしまっているみたいです。やっぱり主にレンゲを食い荒らしているみたいですね。まあ、レンゲはもともと中国原産なんでね、中国原産のレンゲを日本で食い荒らしていると。まあ、レンゲは養蜂なんかにも利用されているので、かなり甚大な被害を与えてしまっていることもあるみたいです。ゾウムシらしい、かなりね、ごつい体をしてますよね。やっぱゾウムシってかっこいいよね。ツルツルした容器の壁も簡単に登っていきます。ただ飛ぶ様子は全くないですね。一応飛ぶことも不可能ではないらしいんですけど、ほぼ飛ばないです。可愛い顔してますね。目がめちゃくちゃ可愛くない？蓋開けても全然飛んではいきません。ゾウムシの仲間は飛翔が苦手な種類、まあ、飛翔ができない種類もいますからね。ちょっと待って、よく見たら網に幼虫ついてるやん。これ多分アルファルファタコゾウムシの幼虫だよね。全体的に緑色をしていて、背中になんか白い線があるんですよね。頭は黒っぽい。多分これが幼虫だと思います。まあ、ゾウムシの幼虫って言ったらね、ほんと栗食べてる時に出てくるとかね、どんぐりの中から出てくるとか、そういうイメージがあるかもしれませんが、こうやってね、普通に植物について葉っぱを食べてるタイプのもいるんですよね。面白い。幼虫も可愛いな。豆科の植物なんてなんかいっぱい生えてるし、育てられそうだけどね。これ育ててみるのも面白いかもね。ちなみに羽化するのは5から6月だと言われてるので、多分成虫の方は、ね、去年生まれたやつでしょうね。今年生まれたのがこの幼虫で、あと1ヶ月くらいで羽化するということなんでしょう。いや可愛いね。可愛いんだけどね、まあ侵略的外来種なんですよね。まあ、できればそんなに増えてほしくないけど、難しいでしょうね。あんなちっちゃい幼虫がね、眉になったらもう分かんないですからね。どうしても輸入品とかから入ってきちゃうんでしょう。皆さんもぜひ探してみましょう。というわけで今回はアルファルファタコゾウムシの動画をお届けしました。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。